サンタマリアインコスメディン聖堂は、イタリアのローマにある聖堂であり、バッシリカである。立派のリオネに位置する。最初、古代ローマの廃墟を利用し、東方の製造破壊運動の迫害から逃れてきたギリシャ人に与えられた。コスメディンは、化粧を指すコスメと同じく、ギリシャ語で、装飾を意味する。サンタマリアインコスメディン聖堂の内装庫の教会は6世紀頃、 食料市場であった場所に建てられ、8世紀に教皇ハドリアヌス一世によって増築された。ビザンティン建築が多く残る一帯だったため、7世紀、この聖堂はデスコラグレイアカと呼ばれ、現在でも近くにデラグレカと呼ばれる道路がある。782年頃、教皇ハドリアヌス一世によって増築された時、この聖堂は製造破壊運動の迫害から逃れた。 ギリシャ人修道士たちに授けられた。神道と二つの廊下と、ポルチコが建てられた。聖御室と祈祷堂,堂は旧世紀、ニコラウス一世によって増築された。彼は、教皇の住居も建てていたが、1085年、ロベルト・イル・グイスカルド率いる、ノルマン人の軍隊によって破壊された。ゲラシウス二世、ケレスティノス三世、ベネディクトゥス八世が、教皇に選出された場所でもある。 1118年から1124年にかけてカリストスニ世イの下、改修作業が行われた。その後ベネディンクティンによって占領されてから10年が経ち、1718年、ジュゼッペ・サルディによって聖堂の正面ファサードはバロック様式に改装された。しかし、このバロック様式の増築は1894年から1899年の改修作業によって、 クレメンス11世の縦型の紋章とともに壊されてしまう。イギリス史上最後のカトリックのカンタベリー大司教であるレジナルド・ポールがかつてこの聖堂で数奇教の助祭を歴任していた。アルファヌスの墓、ビア・プロビスは人格者、聖堂の内部、典型的なバシリカ建築で、首郎はロマネスク様式を模している。床はコズマーティ様式の大理石モザイクで飾られ、 中央の合掌石と石橋台、ビサンチン様式の特徴を残す内人との仕切りの、障壁、その奥の主祭壇とその点画や、背後の窓、ゴシックの大理石の装飾や、ゴズマーティ装飾の抑制された、華やかさが好ましい印象を与えてくれる。被災した聖堂の屋根部分は消失してしまっていることが多いが、サンマリアインコスメディン聖堂は、当時のまま残っていることから貴重とされている。 屋根は木造の小屋組のトラス構造。入り口右手にあるお土産売り場の壁には三世紀まで遡る美しいモザイク壁画がある。チルコマッシュモやカラカラ浴場跡など、ローマ時代の遺跡が多く残る一帯に立つ。真実の口、真実の口が聖堂にあることで有名。この骨董の正体は、中老玄関にあった下水道のマンホールという説が有力とされている。 保存状態は減損する中世初期の中では非常によくコスマティスク風の舗装が見事である。手楼最上部の部屋はローマ最大の高さを持つ。現在の内装は2本の廊下と新郎を持ち、これらは4本のピラスターと18本の柱で仕切られている。建設当時の建物の断片は地下室で実際に見ることができる。 8世紀から12世紀にかけての絵画が3種類に分かれて振動の上部分と外線門の中に展示されている。スコラ・キャントレムは13世紀に設立された。祭壇は1123年に赤色の花崗岩から作られたもの。復活祭に用いる枝付き食材は13世紀のもの。聖具室には サンピエトロ大聖堂から持ち込まれた珍しい8世紀のモザイク壁画の断片が収められている。18世紀の十字架と洗礼状は現在も残っている。正面に向かって左の祭壇の中には花冠を頭に乗せたウアレンティヌスの頭蓋骨が収められている。ありがとうございます。